皆さんこんにちは、ダイスです。今回はドラクエ 11S やっていきましょう。前回マルティナ編のスイッチで追加になった新ストーリー部分やったんですけど、今回はカミュ編やっていきたいと思います。ドラクエ11、2017年発売の方だとカミュは確か記憶喪失の状態で再加入だったと思うんですが、それまでの流れがどうだったのかが今回でわかると思います。カミュと不思議な相棒。ここバイキングのアジトからなのかな。何がどうなった。俺はまだ生きているのか。確か命に対して魔王のやつが、俺だけが助かった。いや、そんなはずはない。きっとあいつらもどこかで。はい、でこちらの映像はコードさんプレイの方になります。私も遊んでるんですけど、どうやら俺は流れを思い出しながらどこぞの牢屋にぶち込まれちまったらしいな。やっぱり楽しいです。脱出しようにもこの体じゃ。ここは魔物たちのアジトだよ。誰？びっくりした。こいつ、いつの間に俺の背後に。心配しないで、僕、悪い魔物じゃないよ。かわいいよ。それより、君、怪我してるみたいだね。僕が治してあげるよ。優しい。痛みが名前なんて言うの、収まってる。急に現れやがって。何者だお前は。僕ホミリン、よろしくね。ホミリン、いや名前じゃなくてだな。お前が悪いやつじゃないってんなら聞きたいことがある。俺の仲間をどこかで見なかったか。君の仲間？ううん、見てないよ。このアジトにいる人間は君だけさ。そっか、会いたい人がいるんだね。じゃあこんなとこからは早く出なきゃ。ほらこっちこっち。てこっち知ってる？あのキラコルト、妹ちゃんのところの流れが多分この後だったと記憶してるんで。扉を開きやがった。どうなってるんだろう。ちぇ、なんなんだ、変な魔物だぜ。とはいえあいつの呪文は役に立ちそうだし、ひとまず一緒に行くしかないか。そういえば捕まってた時に武器取られなかったからの戻ってきてる。早い。魔軍のアジト最深部。え、これもらってていいの？わざとらしい。どれかが本命？どれ開ければいいんだろう。真ん中。おー、アジトの扉の鍵じゃないですか。当たり。大当たりしちゃった。怖いな。開かない、やばー。あ、後ろ開くのかな。え、これも多くない。一クリマーク多くない。あ、これも違った。鋼のブーメラン、これで扉の鍵を使って開ける。こうして地下から脱出しようとしてると、あいつと一緒にデルカダールの地下牢から脱獄した時を思い出す。あいつは無事だろうか。今頃どこに。あいつ、ふーん、君には大切な誰かがいるみたいだね。まあね、いろいろあったからな。さあ行こうぜ。かわいい。2匹いるみたい。こうやって教えてくれるのがありがたい。何がいるんだ。
が2匹この先にいるでしょ。確かにな。おい聞いたか、我らが蛇竜軍王ガリンガ様のご活躍を。おお聞いたとも。あの忌々しい神の民どもの里をついに攻め落としたそうだな。え、ラムダのこと？神の民？聞いたこともね。違う。一体何のことだ。ま、今はそんなことをゆっくり考えてる場合じゃねえか。え、どこのことでしょう。ラムダのことかな。何せよ、あいつらは邪魔だな。神の、ねえ、神の村。だったらこういうのはどう？神の里？里何言ったんだろう。どういう作戦？大変だ、大変だよ。うん、どうした、何があったんだ。おい、ちょっと待て、こんなやつここでは見たことないぞ。はっ、なぜここに。連携プレー、すごー、強ー、ホミニーいい子。今お前、俺の名前を、うん、お前にはいろいろ聞きたいが、今はそれどころじゃないか。なんでわかるんだろう。さあ、行くぜ。うん、レッツゴー。かわいいな。これが出口でしょうか。開かない。内側から鍵。じゃあもうこっちしかないのかな。なんか長そうですね。道が長そうな気がするけど、ここどこだろう。え、なんでこんなに集まってるんだろう。おいおい、マジかよ。さすがにあいつら全員を倒すのは厳しそうだ。どうするか。どうする？もうそんなことでどうするの。可愛い妹さんのためにもビビってなんかいられないよ。なんで知ってんの。どういうことだ。なぜ俺に妹がいることまでお前が知っている。なんで。それにあいつはもう。おかしいな。前に君が言ってた気がしたけど。え、いつ。前に俺が言ってただと。お前とはここで初めて会っただろ。とにかく今は脱出することに集中しなきゃ。え、どこかに別の道がないか探してみようよ。なんだよ、はぐらかしやがって。お前に言われなくても分かってるさ。俺のしぶとさを甘く見るなよ。とりあえず降りるっぽいですね。すごっ、仕掛けすごっ。仕掛け前だ。またある。これもさっきのと同じ仕掛けだよね。でも今は動いてないみたい。あー、どうしちゃったのかな。何が足りないんでしょう。何？うん、大丈夫、壊れてない。魔力を注げばまた動くようになるはずだよ。お、僕ならなんとかできるかも。試してみるからちょっと待っててね。や、優しい。うー、大丈夫かな、魔力使っちゃって。おい、見つけたぞ。脱獄した例の人間どもだ。増援の部隊をこっちに回せ。やばい、時間ない、時間ない。エミリン追ってかよ。いちいち相手にしてられねえ。まだ動かねえのか。ガモンは魔力を注ぎ終えるにはもう少し時間が必要だよ。お願い、それまで僕を守って。守るよ、守るよ。どうすればいいんだ。戦うしかない。
お前やるじゃないか。やるじゃないか。それほどでも、僕を守ってくれた君のおかげだよ。またさっきとは違う部屋に来たね。先に続く道を探してみようよ。よっ、なんかある。はっ、使えるやつですかね。はやてのリングだ。器用さの種。だいぶいいものが落ちてる。ここから、さっき上から見てたところ、みんな探しに行っちゃった感じですね。あそこから先に進めそうだね。行ってみよう。あ、これで外かな。出たんじゃない。マジか。高っ。まさかここは空の上だってのか。しかしどうする。どうする。さすがにここからじゃ飛び降りるわけにもいかねえしな。あ、見て、あっちにも道があるみたいだよ。あ、まだ上に。ホビミン、なんだ。やば、なんかでかいの来た。これ中ボスじゃない。我よ、魔王様に仕えし六軍王が一人、邪竜軍王ガリン。あれ、ここで出てくるの。魔王様に差し出すため気絶していた貴様を捕らえていたが、まさかここまで逃げ延びていたとは。どうするのこれ。戦う。非力な人間にしてはよくやったが、それもここまで。皆の者よ、あの男を捕らえよ。勇者の仲間をそのままにはしておけぬ。さあ、時は満ちた。魔王様に逆らう愚かな人間どもを滅ぼし、魔王様の支配をより強固なものにするのだ。カルゴンが意外と強いぞ。大丈夫かな。どうしよう。やばい。あ、死んじゃった。すればいいんだ。さすがにもうダメか。ちくしゃ、ここさえ抜けられれば。方法なら一つだけあるよ。ホミニン？この声はホミニンか。お前一体。僕のことをずっと前から知っているはずだよ。地の底で出会う勇者に力を貸せ。さすればお前の食材も果たされるだろう。この言葉を覚えてる？その言葉は。ここを突破するために力をあげる。一度きりのとっておきの力さ。でもそれは君の一番大切なものと引き換えになるかもしれないよ。君の一番大切なものは何？何？仲間？ってことでいいのかな？そうなんだ。大切なものは思い出。仲間たちとの思い出。それを失うかもしれないよ。構わねえ。俺に力を。生きてさえいれば思い出はまた作れる。俺は立ち止まれない。そなたに力を与えよう。
ついに観念したか。さあ奴を捕らえよ。としてもここから出てやれ。苦戦しとる。すげえ。かっこよすぎ。人間の最後のあがきか。相手をしてやろう。うん、愚かな人間。わあ、普通一対一。行くぜ。一対一辛すぎるんだけど。くらいな。力がすごいね。これは勝てる。けどどれぐらいの HP なんでしょう。こいつで止め。くらい。くらいな。長いな。長いけど本当に HP 高いんですね。こいつで止め。まだか。くらいな。やばいよ。こいつで止め。おお。怖すぎる。くらいな。負けず。これある程度でいけるんだ。わった。我が鎧に傷をつけるとは。くそ、なんだ、体が急に重く。ところで終われない。己こそかしい。もはや生かしてはおける。砕け散るがよい。切り抜けたようじゃが。わしはお主の世界で預言者と呼ばれるもの。すごい。以前お主に預言を与えた手前、お主を最後まで導きたかったが、すまぬ。わしが手助けできるのはどうやらここまでのようだ。
それで記憶喪失になってたんですね。生きてさえいれば道は開けよう。さあ行くのじゃ。こうだったんだ。やれやれ、えらいこった。地形が変わっちまったところもあるし、体重が落ちた衝撃は凄まじいな。ん？おい、あった！大丈夫か？そんなところでフラフラして一体どうしたってんだ？わからない。俺は誰だ？確か誰かと旅をしていたような。うわーすごっ。ということで神編でした。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you。